水と緑に親しむことができる七瀬川自然公園。今年3月20日からバーベキューができるエリアも設置されました。今回の知得をいたしては、夏の思い出作りにぴったりな七瀬川自然公園の魅力をご紹介します。今回紹介してくださるのは大分市公園緑地課の松田さんです。よろしくお願いします。お願いします。さあ、私たちが来ている七瀬川自然公園、とっても広くて緑豊かな施設ですよね。七瀬川自然公園は人が集い憩える場、人が水と親しむ場、人が緑と親しむ場をテーマとしており、多目的レクリエーションゾーン、緑地ゾーン、浸水ゾーン、触れ合いコミュニティゾーン、駐車ゾーンの5つのエリアがあります。それでは早速ご紹介しながら回っていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。さあ、まずこちらの芝生の広い場所はどんなゾーンですか？こちらは多目的レクリエーションゾーンとなっております。はい、草原をイメージして作られておりまして、ピクニックや運動に最適です。こちらの芝生広場は約2万6000平米の広さを誇っておりまして、お散歩をするのに最適です。あちらのせせらぎ水路では子どもたちの姿が多く見られます。いい風も吹いていて、とっても気持ちいい場所ですね。はい、ありがとうございます。こちらには子どもたちが思いっきり遊べる遊具がたくさんありますね。はい、こちらの遊具広場は休日多くの子どもたちでにぎわっています。また公園内には野外ステージや、休憩できるスペースなどもありますので、楽しくくつろいでいただけたらと思います。子どもたちももちろんですし、大人にとっても憩いの場になってるんですね。はい、さあ、続いて緑地ゾーンにやってきました。はい、こちらは自然の雑木林や竹林を生かした自然観察の場となっています。子どもたちも生き物を見つけるのにワクワクするでしょうね。そうですね。また木陰で涼しく癒されるスポットですね。さあ、続いて川沿いにやってきました。こちらはどんなゾーンですか？はい、こちらは浸水ゾーンです。七瀬川大変綺麗ですので、水生生物や水生植物の観察の場となっております。お子さんも夢中になって生き物を探していて、とっても楽しそうですね。はい、こちらの河川敷では今年からバーベキューができるようになったそうですね。はい、今年の3月20日からバーベキューエリアを設置いたしました。ゴミは必ずお持ち帰りいただくのと、花火などはご遠慮いただきまして、楽しく自然を見ながらバーベキューをしていただけたらなと思います。この他に触れ合いコミュニティゾーンには、野球やサッカー、グランドゴルフなどが行えるグラウンドがあります。利用に関しては大分市スポーツ振興課までお問い合わせください。また255台を駐車できる駐車ゾーンがあります。自然を満喫することができ、魅力がいっぱい詰まっている七瀬川自然公園、ルールを守ってこの夏楽しい思い出をこちらで作ってほしいですね。はい、松田さん、ありがとうございました。ありがとうございました。7月27日土曜日、28日日曜日には七瀬川自然公園で第20回七瀬のほむら祭りが開催されます。祭りの見どころは、七瀬川両岸のおよそ 2km に灯籠が続く万灯籠や、風を切る音が暗闇に響き渡る振り万灯籠、高さおよそ 12m の柱に松明を投げて点灯する柱松です。火の明かりが幾筋も灯る勇壮な祭りをお楽しみください。